東京ベイ NK ホール、試合は第3試合に移行しようとしています。次の試合が楽しみな西対山本戦です。第3試合を行います。赤コーナーより山本義久選手の入場です。さあ、リングスジャパン期待の山本義久です。まだ勝ち星こそありませんが、大型の飛行機ほどテイクオフには長い滑走が必要です。今この時期の一戦一戦がこの山本の可能性をより大きく育てていきます。じっくりと己を練り上げる山本、今日は西の胸を借りての試合です。一つ張り手をもらいました。そしてリングに駆け上がる山本義久です。青コーナーより西義憲選手の入場です。格闘の道を極めるためにあらゆるジャンルに挑み続けています西義憲。リングスのマットも4度目の登場です。戦いを重ね、時を経ていくほどに渋く渋く全身を静かな光が包みます。これぞいぶし銀。今北斗の覇王がこのリングスのマットに帰ってまいりました。西義憲です。第3試合、30分一本勝負を行います。赤コーナー、190cm、91kg、リングスジャパン、山本義久。テイクオフは間もなくです、山本義久。青コーナー、184cm、94.5kg、研修会、西義憲。北斗の覇王西義憲。あのね、はい、ルールでですね、ちょっと駆け引きがあったんですよね、はい、で西選手はやっぱりラウンド制にしたかったと、まあ、年齢からくる、ね、スタミナのこともあるんでしょうね、はい、で山本選手は30分一本勝負だと、はい、で結果まあ30分一本勝負になったんですけどね、その辺がまあ西選手の先輩としての余裕でね、なるほど、ルール上譲った面がありました西義憲。さあ第3試合が始まっています。まあ、山本選手としては試練でしょうね、はい、ただ僕思うんですけどね、山本選手あんまり立ち技でね、付き合ったらダメですよね、はい。まあ、格闘技というのはですね、経験が大きくものを言うんですけども、はい、それに関して言えば西選手がアマチュアですけどもかなり上ですからね、それに対して勢いでどういうふうに立ち向かうか。ただ、ただその立ち技に付き合わずにまた山本選手が慌てなければね、案外僕山本選手が一方的に来るような気がするんですよ。そうですか。で山本選手の方の立場から見ればですね、はい、西選手の気をつける点というのはですね、立ち技では内掛けですね、内掛けっぽく倒す技なんかでね、はい、さあグラウンドに入りました。上になっているのがベテランの西義憲、37歳。一方の山本義久は22歳です。上でこれ締めに行っていますか。そうですね、まあちょっと様子を見てるって感じですよね。そうですね、はい、まだこの段階では入っていません。武芸百般西義憲。山本選手はできるだけ西選手のスタミナを奪おうとしているでしょうね、はい、だから危なければですね、攻めさせてですね、逆に疲れさせるっていう、はい。
セコンドから声が飛んでいますが、山本のセコンドは先輩の永井がついています。ただ寝技になった場合はですね、僕西選手よりも山本選手がやっぱり武器が多いと思いますよね。あ、そうですか。はい、やっぱり柔道出身ということでね、上に乗っかっちゃうでしょう、はい、そしたら一瞬止まるんですよね。あーはーはー。でそれからですね、逆十字だとか抑え込みというのは柔道あるんですけどもね、はい、これがやっぱりグラウンドになりますとね、山本選手の方やっぱり武器はどうしても多いですね、はい、そこでキャリアで西選手がいかに山本選手を裁くかでしょう。まあ、落ち着いてますからね。後ろに回りました、はい。まあ、この辺のところ一瞬たりとも隙が出せないでしょうね。この2人は山本選手が前田道場に入門したての頃スパーリングをしたということで、はいはい、その時は簡単に西選手に決められてしまいました。そうですね、あの時のイメージで戦ってくれればなと山本選手言ってたんですが、しかしまあ当然そんなことも当然締めてくるでしょうし、慎重に戦って勝ちたいと山本は言っていました。そうですね、この辺慎重さが現れてますよね。出てますね、で西選手が本当に落ち着いてますよね、はい。さあ首を掴んだ西はどういう展開に持っていきますか。さまざまな武道を経験しています。柔道、レスリング、拳法、空手、いろいろな分野にもチャレンジを続けています。もう完全にあえて膝蹴りを殺してますからね、西選手は。うまいですね、やっぱりうまいですよね。こういうジャッジの仕方は簡単に投げを打たせません。身長は西が184センチ、山本が190センチ、6センチの差があります。体重は今日の計量で山本91キロ、そして西が 94.3キロ、ほぼ、まあ、互角と言っていいでしょう。山本選手の体重ありそうなんですけど ね、逆に西野があります。さあ足首を掴んだ、上になります。まあ、西選手久しぶりの試合ですからね、じっくり体を温めていくでしょうね。中央に引きずってますね。これ上の山本が中央に行っています。グラウンドのポジションを考えています。11月に山本黄色のシューズを履いている方ですが、同僚の成瀬に負けを喫しました。これは悔しい負けでした。そして12月には青銅会館の角田相手にラウンド制を行いまして、延長6ラウンドの末 TKO 負けを喫しています。しかし田中さん、はい、やるごとにこう成長をやっぱり感じさせますよね。いや、してますよ本当に。白星にはつながってはおりませんが、上になっています山本義久。それにね、リングスにあってはですね、例えばコピルフとか、はい、ハンとかいろんな彼の師匠格がいてますでしょう、ですからいろんな、ね、影響を受けてね、見るたびにたくましくなってますよね、はい。おそらくそれを感じているのが谷川さん、下になっている西でしょうね。そうですね、これは随分成長したと感じていることでしょう。山本が入門当時に2人はスパーリングをしたことがあります。その時は、まあ、先輩の西が決めたという話を聞いています。ブレイクです。だけどちょっと試合から遠ざかった分ですね、はい、西選手前よりかやっぱ肌ツヤはいいですね。あ、なるほどね、この辺オーバーオールも十分できたんでしょう。西選手調整、あ、顔色変わりました。この辺引かないことですね、山本選手は。押していったのは西、西の表情が張り手を受け様相が変わりました。まあ、打撃で打たれたらですね、下がっちゃダメですよね、はい、その辺が大きなポイントになってきますから。西義則は広島でウィリー・ピータース相手に引き分け、それから仙台ではピーター・ダイクマンの腕試技に下しています。それから8月横浜では角田信明と対戦しまして、これは判定勝ちを収めました。相手が西どっしりしているだけに、山本もなかなかこう、そうですね、なんか動きを取れないという感じですね。ただ案外やっぱり打撃でですね、流れが変わるんじゃないですかね。あーはー、グラウンドでは結構互角にやってますから、この打ち掛けですね、それから一瞬こうやって止まっちゃうでしょう、西選手が、はい、次に入らないんでね、その点が西選手の僕が心配しているところですね。さあここからどうするかとなるとですね、どうしても抑え込みの方か、こうやって逆十字みたいな形を狙っていくかしかないんですよね、はい。
この2人は両肘にエルボーパッドをはめています。これをつけていますと肘打ちで、相手を倒すことができます。だからもしこのままいってね、はい、西選手がですね、まあ、だんだんイライラしてきますとですね、やっぱり肘を狙うんじゃないですか。なるほど。ロキック、さあ打撃戦になるか。誘います。山本焦点を持っていく。さあミドルを掴んだ。これをトップコーンにするか。さあ後ろか。いや投げられませんね。これはね、腰が重たい西です。重心の落とし方がうまいですね。スープレックスの体勢だったんですが、後ろは取ったもののなかなかこの辺は西、イブシギンの味を出します。西がですね、この若い山本を下すとしたらどういう展開が考えられますか。僕はやっぱり打撃で流れが変わってくんじゃないかなという気がしますね。 あくまでも打撃ですか。あの寝技互角にですね、お互いに上になったり下になったりしますんで、あの打撃の後のダメージを奪ってですね、寝技ですよね。なるほど。西選手が勝つにしたら、山本はなんとかこうリングの中央に持っていこうという体勢を再三見せているんですが、だから西選手がですね、例えば今までの感覚で言えばね、山本選手はかなり格下だと思ったでしょう。ただ今日戦ってみたらこれ大変だなと思うならばですね、はい、逆に30分フレに使ってですね、はい、若さが出るまで待ったらいいですよね。そしたら寝技決まると、はい、そして、もしそれ以外でしたらやっぱり肘打ちあたりから突破口を開くじゃないですか。さあまずは掌底からいきます。スタンディングこの体勢で組み合いました。持久戦になりそうです。この東京ベイ NK ホールの第3試合30分一本勝負、今日は初めから終わりまで実況生中継でお伝えしています。ブレイクです。じっくりじっくり行こうという西。おっとこれはちょっとサポーターが、はい、肘パッドから外れたわけですね。第1試合で試合を行いました永井がこの山本、まあ、後輩のセコンドについています。焦点攻めだ。さあコーナー詰まった。下がっちゃダメだ、下がっちゃ。そう接近戦を削るわけですね。足をかけて倒しました。西選手いろいろな格闘技やってるんですけども、一番のベースはやっぱり柔道なんですよね、はいはい、だから空手の大会も大道寺の投げを多用して、うまくですね勝ち進んだりですね、あと危ない。おっと肘を使いました。ちょっとパッドずれてますね、肘パッドが。パッドがずれ、しかも 寝技であの打撃は良くないですね。山本グラウンドで肘が上がってません。山本選手グラウンドの状態におきまして、その打撃技を使ったということで注意を受けました。さあ初手、今の非常に良かったですね。はい、それを取られかけている。あ、足をかけられました。首決めに行きましたね。山本選手も上手いですね。体勢を入れ替えますね、はい、この辺は随分成長しています、はい、山本きつく、乗れきつく。10分経過、10分経過です。急戦になっています。長井と成瀬がセコンドにつきました。まあ今セコンドについている成瀬選手がね、ここから勝負だと、はい、これはもうスタミナのことを言ってるんでしょうね。ところがね、はい、まあラウンド制だったんですけどね、前回のウィリー・ピータースとミス選手ね、前回じゃなくてね、広島で4月ですね、でずっと最後まで戦ってるんですよね、はいはい、だから案外後ろから首を締めに行きました。エスケープです。山本初めて両者ポイントが動きました。そうですね、スタミナのね、はい、ミスにスタミナがロスするということをね、計算に対して大変ですよね、まあこの山本と比べてのスタミナの話をしているわけですが、西選手スタミナがないわけではないんですよね。そういった意味でピータースとやってるわけですからね、普段のスタミナというのとね、また試合を自分のですねスタミナをコントロールできるのは違いますからね。なるほど、はい、それはキャリアですから、はい、あ、バンディングの肘打ちを持ってきましたね。肘から入るんじゃないかと、はい、山本選手は気をつけた方がいいですね。さあそろそろその流れを変えようという西の今現れが肘になって出てきました。このポジション的にはロープ際です。
西はその4月の広島ピーターズ戦で小手で右目を負傷してしまったことがありまして、しばらく試合から遠ざかったこともありました。まあ、それからその怪我の期間は一時ですけれども、あの仙台でしたかね、マットにねレフリーとして立ったこともありましたよ ね、 そ う、 ですね、はい、そういった意味でいろいろとこのリングスに貢献を見せています。また自分を磨くためにいろいろな舞台、特にこのリングスを選んでの試合も行います。足足足、さあ後ろを取りました。やらしく首首首やらしく、この辺でコピロフから習ったことを実践で生かすことができますか。くるりと西の背中で移動を見せました山本です。山本も高校時代は柔道を行っていました、はい、そういった意味でベースは2人とも一緒ですね、はいはい。まあ、これは先輩の西が言っていたんですが、いざとなったらここ瞬間的な動きはやっぱり柔道に頼るということです ね、 ですね、やっぱりベースのものに戻るわけですね、はい、様々な格闘技を経験している西義成、かなりギアードが決まっていました。引き続きバッター一瞬の技です。ギブアップは先輩の西義成、テイクオフで山本選手の勝ちでございます。山本がテイクオフ飛び立ちました。しかも相手はこの先輩ベテランの西義成です。まあ、柔道には組のね、攻め技がないってことですよね、はいはい、だから防御もどうしてもできなかったってことですね。今のはフェイスロック、うん、かなり西の首が曲がりましたね、大丈夫でしょうかね、それとやっぱりちょっとスタミナが切れましたね、西選手の方はね、はい、まあね、戦う前っていうんですかね、試合が始まる前はもう戦争ですけどね、終わったらですね、本当にいい友情を保ってほしいですよね。北斗の覇王を倒しました山本義久、山本選手この1勝大きいですよ、嬉しい、フェイスネックでの勝利、この東京ベイ NK ホールを一生忘れないことでしょう。まあ、西選手がですね、ラウンド制を、拒否してですね、山本選手にこの30分一方勝負というプレゼントをしましたんでね、はい、これは本当に山本選手も感謝していいでしょう。なるほどね。さあ、その決まる瞬間フェイスロック、まあ、決まってますね。これはもう一回外したんですけども、あ、ここですね、これからまたこう、もう確かに外れています。もう一度入れ直しました。これではもうたまりません。山本義久が武芸百般慶州会の西義則をフェイスロックによりまして下しました。時間は12分22秒でした。本当に嬉しい、いや成長しましたね、本当に、勝ちを収めました山本です、はい、本当は西選手が勝つんじゃないかと思ったんですけども、レッドゾーンに入れて勝ちますよと山本は言っていましたが、その通り最後はグラウンドで仕留めました山本義久が勝っています。第3試合を終えました。